Be my dark knight, my lover in the moonlight. My legs twist a melody, a smooth melody. はい、というわけでね、今回ひなたのデート旅ということで、ようこそパトラさん。どうも。今日のデート旅の場所は浅草でございます。まあ、なんといってもひなと言ったらデートも大好きっていうことで、まあ、ひなが今日行くのも初めてなんて場所ないけど、とりあえず今からランチに行きます。浅草といえばさ、雷門のイメージやんか。でも今日はメインディッシュ雷門じゃございません。しかも今回2人で1万円切るぐらいの価格で抑えてみました。駐車場も込みでね。まあ、まずランチ行くんやけども、そのランチがもう普通の場所じゃないです。もうすごい眺めいいところで食べるから、浅草といえども隅田川を見ながら外で食べるところを予約しました。もうみんなが一番楽しい。まあ口コミによると美味しいらしいんですけども、今回デート旅のお約束としてはお世辞は一切言いません。まあね、お店には申し訳ないんですけども、嘘はつきません。隅田川見ながらご飯食った後に雷門までの道にいろんなお店があるみたいで、まああんまりなそこまでのリサーチしてないんですけども、雑貨屋さんとかねプラプラ見たりしながら、まあ、雷門まで行きました。で雷門もはいシャンシャンシャンってやって、でなんか一番行きたかった花屋敷ね、ちょっと今日はそこを覗いてみようかなと思います。ひなは遊園地めちゃくちゃ好きなんですよ。あ、指輪外しとこう。なんかいつもここにつけてたら結婚してるんですかってよく聞かれるんで、結婚してませんからね。ひなは花屋敷で楽しんだ後はやっぱりねちょっと疲れるでしょ。ヒール履いてきたりとかしてることが多いと思うんですよ。そしてねデートが楽しみでもう化粧はもう頑張ってやって寝不足っていうことも多いと思うんですね。だからひなは用意しました、休憩スポット、チョコレートファクトリーっていうところに行きたいと思います。その次はね、チョコレートファクトリー食べ終わったらもうお腹いっぱいで満たされてハッピーになったら帰るんですけども、ただの帰る道じゃないんですよね。今回都心に遊びに来てるっていうことで、私素敵な道を用意いたしました。それで今日のデート旅は終了ということなんですけども、今回のしおり結構いいんじゃないでしょうか。どうでしょうかパトラさん。めちゃくちゃ楽しみ。皆さん雷門といえば結構思い出があって、19歳の頃にヒッチハイク行ったんですよ。大阪の方から東京まで。でそのヒッチハイクでトラックのおっちゃん乗せてくれてこっちまで、その時にね一緒に雷も行って、スカイツリーも行って、東京タワーも行ってね、そのおじいちゃんと。すごいね。しかも家も貸してくれて、ラーメンもおごってくれて、東京タワーの上でクレミアソフトクリームもおごってくれて、もうそのおっちゃんからしたら大出費。あ、でもその人から最近メッセージ来てな。のおっちゃんから、うん、なあひなたみたいな、お願い事あんねんけどみたいなって来てて、何やろうと思ってパッて見たら、もうなひなたをな車に乗せたっていうことをな誰に言っても信じてくれへんねんみたいな。だから YouTube かなんかで話してくれへんかみたいなって来てたから、めっちゃ面白い。あ、そうそうそう、じゃあそうか話そうかって思って今話しました。どうですか久しぶり。いいな、またやりたい。え、また全然やりたい。交通費浮くよね。そこが一番の。なるほど、うん、到着しました。あれ？ちょっとごめん、ちょっとごめんごめんごめん、ちょっと一回座ろっか。あー、ちょっと思ってた感じとは違いますね。隅田川が見れるって言ってデートプラン組んだんですけども、見てください。ごめん、でも見て見て見て、2階席だから。あー、見て、2階席やったら見れるんや。これはいや、リサーチ不足やったわ。でもスカイツリーが見える。でもランチは食べ物の味が勝負やから、デートはこれからっていうことで気落ちせずに行きましょう。今日のランチメニュー、うまそう。オムライスにしよう。あ、それしよう。いや、きな粉とオムライス、デミのクリーム二種ソースにしよう。いただきます。オムライスとハンバーグ1日限定20食らしい。おいしい。とてもおいしい。あ、めっちゃキノコの匂い、いい匂いする。このホワイトソースもキノコ。あ、
うまそう。めっちゃ美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しい。うまい。何これ。ソースもうまいし、このハンバーグ何この柔らかい。これはうまい。気持ちいい。外いいね、うん、圧迫感はあるけど。前食った時めっちゃ美味しかったな。美味しかった。ハンバーグがやばかったな。ハンバーグ美味しかった。じゃあ今からいろんなところちょっと巡りましょうか。あー、食後のコーヒー飲みに行きます。よし、じゃあ行きましょう。こんにちは。これでイネクブリ。はい、はい、あ、コーヒーの酸味がない。まるで牛乳。コーヒー好きじゃない人でも飲めるかも。口臭くならなさそう。アサフーサシルクプリンだって。食べてみる。かぼちゃプリンあるで。え、あの、かぼちゃプリン一つお願いします。はい、紙袋かわいすぎやん。こだわりが見えますね。いや、そうなってる。一応、あの、防水加工したんです。あ、そうなんや、すごい。ありがとうございます。あ、パンサですか。あ、そうです、そうです、そこでちょっと食べてもいいですか。あ、いいですよ。あ、やばい、めっちゃかわいい。開けちゃうよ。うまうわー、うまそう。え、ちょっと見て。ほんまに美味しいかどうかわからんけど。ブラックコーヒー飲めます。え、飲めます。いいんですか。いや、少しだけ。嬉しい、ありがとうございます。気持ちだけ。ちゃんと落としたやつだよ。 ありがとうございます。やった。いただきます。これはコーヒーだ。よかったね。うん、これコーヒー。あの、酸味があるコーヒーだ、これは。かぼちゃプリン、ちょっと一口。うん、食レポしますね。お願いします。今食レポ磨いてんねん。そうなの。まず見てよこれ。とろとろ。あ、これ23年間探したやつや。舌に置いた瞬間の滑らかさ半端ない。しかもひながいらんって言ってる。カラメル入ってない。最高、完璧や。これこれうまいよ。いただきます。めっちゃうまいよ。パステルのさ、なめらかプリンって有名なところがあるんだけど、それくらいのなめらかさがあって、でもこのかぼちゃのコクがすごい。超おいしい。食レポなかなかやるやん。私ね、うん、ちょっとわかんないかもしれないんだけど、うん、建物を見るのがすごい好きだな。へえ、どういう。古いんだけどちゃんと使われてる感じの、うん、タイルとかそういうの、うん、色とか、うんうん、あと建物の形とか、うん、パトラ今日ヒールやん。さあ今日デートやから、うん、なんか優しさ見せてあげる。どうこれで歩くのやばい。創業28年、株式会社トカノ株倉沢コバの折り紙。わーお、浅草といえばここって感じがする。うわ、すごいこの建物。パトラこれ好きなんじゃない。そう、あれみたい。え、うまいな。パトラのタップだ。あ、パトラのパトラのタップだ。かわいい雑貨屋さんに来たのでここに入りたいと思います。いいね、かわいいな。見て、これすごい。本当だね。何これ。あ、バターを糸順に削る。え、これカバン欲しくない。1100円。わあ、すごいこれ。じゃあ、ね、こういうレプリカさめっちゃ好きやねんな。あ、まな板だ。え、めっちゃいい。キャンプとかに超良くない。まあ、キャンプはでもやっぱ昨日はない方がいいよね。雰囲気がね。うん、なんか買って帰ろう。可愛くない。しかも値段も可愛い。いいね。うん、買い、買いましょう。探してるな、ティッシュケース。そう、え、今から雷門行くやけど、まあ、雷門はひな正直、え、行きたい。行きたい。ああ、じゃあ行こう。じゃあひなは花屋敷の方早く行きたいね。おお、遊園地大好き。あ、ちなみに雷門もテンション上がっちゃうかも。タップダンス踊りそう。あ、こんにちは。
え、嘘。本当ですか。ありがとうございます。いや、ちょっと一つ聞いてもいいですか。人力車の人ってあれ免許とかいるんですか。免許ですね。あの、僕らは1ヶ月半くらいの厳しい研修を乗り越えて。あー、修行がいるんや。修行がいる。修行がいるんですよ、みんな。簡単にはできないんですからね。あ、じゃあ撮りましょうか、一緒に。はい、チーズ。はい、最高です。いいね、浅草。お腹いっぱいやからさ、何にもそそらんな。おみくじやるやろ。これから引けばいいやんな。54番。54番。うーわ、今日待ち人現れないでしょ。いや、デート旅で引くもんちゃう。でも待ち人現れないでしょって言ったら、もう出会ってるからいいんじゃない。え、デートしてるってことでしょ。あ、そっか、なるほどね。じゃあ今日が一番いいかもしれんな、逆に。大吉引いたらさ、下しかないかもしれんもんな。じゃあやった、やった。パタラ引いて、次。48番。さあ何が出るかな。何？小吉。小吉？じゃ真ん中ってことはもう登るしかないってことや。そういうこと。ということで、ひなら一番いいやつ引いちゃったので、これ結びつけて燃やしてもらいたいと思います。あ、やばい、不器用出てる。ペイペイで。ペイペイで、はい。はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、秘宝でございます。ひなが一番楽しみにしてた花屋敷、じゃーん、今日閉まってました。まあそういうこともあるよな。じゃあちょっとさ、舐めるように見よう。今日のデートちょっと危ない、危ない。うわー、これ楽しみやったのにな。見て見て、ジェットコースターもあるし、見えるかな。パトラごめんね、うん、閉まってた。蚊に刺された。え？ちょっと待って、え？なんでそんな蚊に刺されたん？いつ？豆知識言うと、蚊に刺される人って足の筋えぐいらしい。うわ、人力車乗ってる。うわー、いいなー。マジふざけんなし。今日花屋敷のために浅草まではるばる1時間車かけてきたってのにや。ふざけんなよ、休園日やったらちゃんと休園日って書いとけ。調べたん？調べてない。どう？今日のデート旅、グダグダデート旅。楽しい。いやさ、よくするんよ、言ったけど空いてないみたいな。めっちゃ確率高い。マジ？うん、デート行く回数が高いからかもしれんけど。はい、ありがとう。バイバーイ。こういうね。ああ、まあ、とりあえず花屋敷代が浮いたっていうことで、パトラのムヒとあとチョコレートファクトリーで使いたいと思います。ちょっと一服いい。どう、楽しんでる？タバコ吸うんだね。うん、全然でも柄にいないやろ、うん、だからこういう人影ないところで吸うねんな、結構恥ずかしいから。これ何ていう種類のタバコなの？ベビカ。確かにこれは自分らでは気づけへんな。わ、うん、かんないよ、うん、毎日来てるんですか？私庭だよ。庭。すげー、行ってきます。ありがとう。神社好きやわ。だってひな、高校の頃とか中学の頃よく神社デートしてたからな。ガチで神社回るだけの。めっちゃいいじゃん。うん、それを喜んでくれる人でよかったわ。でも確かにそう。パトラが顔テカテカで疲れてそうなので、人力車に乗りたいと思います。サクッとね、チョコレートファクトリーまで連れてってもらって。何やかんや 1.6 キロあったから、誰が乗せて行ってくれるやろ。はい、ありがとうございます。初めてですか、乗るの？いや、全然初めてじゃないです。お願いします。Thank you.
ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ薄味で飲みやすいチョコレートのモカモカ。焼き芋みたいな味すんねんけど、美味しい。全部ちょっと味違う。チョコレートマフィンやな。これは3種食べれるから楽しい。ベリーズ、うん、なんかセンシティケーキでよく噛んでたらさつまいも来て、最後にまたチーズケーキ。うん、お腹いっぱい。車戻りましょうか。子供もいっぱい遊んでることやし。そう、あの雰囲気めっちゃ良かったよな。雰囲気めっちゃ良かった。7点中何点？ガトーショコラは5点。あー、えひなは結構楽しかったから6点かも。お、いいね。でも場所の雰囲気とかは7点。あ、デートにめっちゃ良かったよな、うん、なんか豆とかもさ店内に積んでたりしてさ、うわチョコレートのお店やんっていうワクワク。ちょっとヘリコプター器と宝物っていうとこあんねんけどさ、結構気になる。気になる。ちょっと行ってみる。行って、うん、これなんか危ない気がするな。こんにちは。もう終わりましたか？え、見てもいいですか？買っちゃった。何買ったか見たい？ここで見したのか？マジで一目惚れした。ほんまに全部可愛かったんけど、なんかねやっぱ思ったのはね、アートってな自由なんやなって思った。それをさ何でもよくてさ、頭に出すのは簡単で形にするのが一番難しいことや、何でも。でもそれってやっぱりやっていくべきなんやなって思いましたね。見てこのマグカップ、わかる？かわいさ。なんか小林さんっていう絵描きさんが作ったマグカップらしいんやけど、今羊とヤギに囲まれて住んでるらしい。駐車料金2400円でした。計算通りやな。いやー楽しかったな、マジで。どうやった？楽しかった。東京タワーの方に向かってるんやけど、登れへんけど。もう今から登るのはちょっと激疲れやんか。車から舐めるように見よう。うん、最高。ほんで帰りましょう。はい。いやいや、東京タワーマジで好きやねん。もう今回のこのデート旅浅草編がマックスポイント星7やとしたら何点でしたか？ノーミスとかも含めて、うん、星7で楽しかった。星7楽しかったん？うん、ご飯も美味しかったし、うん、あ、6.5 にしようかな。なんだ？蚊が良かった。蚊が良かったから。しかもその理由が足汚いって言ったから。だからやっぱ6.5。6.5? あ、結構初っ端からいい点出してもうたな。登る気力はないよな。登れたら登んのもあれだけど予算が。そうやね。そうそうそう、もう今日予算オーバーしてるんや。合計金額こちらです。1万円で済ませてない。ちょっと今回の予算1万円オーバーしちゃって、いろいろアクシデントがあって、これ反省点ですね。ちょっと今回初めてやったから許して。やば、ちょっとやばいな、やばいな。いやー、でかい、すごいな。ちょっと待って、もっと根元まで行くわ。東京タワーが、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。何？東京タワーが何？ちょっと待って、その、きゃー、すっごいでかいね。ちょっと待って、すごいね、すごいね。ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとどうしよう。でっかいね。うわ、根元や、根元や、ここに止めたんや。ちょっと行こう。うわー、すごい。うわー、やっぱりいいな、東京タワー。何回行っても、あー、なんかさ、わかるわかるわかる、この東京タワーの匂い。わかる、ちょっとこの鉄骨っぽい匂い。もう気づいたらチケット買って上に登ってきてました。最高。ママ見てる？これ感動するぐらい綺麗やな。やっぱ東京タワー素晴らしいね。うんうん。あ、豆腐屋ゆかい、あそこに入ってるみたいな。ゆかい、ゆかい。あ、豆腐らゆかい。豆腐屋ゆかい。豆腐屋ゆかい。次だと行く？次は神奈川に行きたいですね。山に行きましょう。なんか一泊とかもありじゃない？あ、めっちゃある。お風呂とかついててもいいよね。いや、やっぱりね、画角おかしいわこれ。はい、というわけでね、今回の日向浅草デート旅、
皆様お楽しみいただけたでしょうか。いやめっちゃ楽しかった。ありがとうみんな今日最後まで見てくれて。パトラも楽しかったですか。楽しかったよね。いやよね。本当にありがとうございました。まあまたデート旅恒例としていっぱいやっていこうと思うので皆様もお楽しみにしててね。じゃあちょっともう東京タワー楽しんでいいかな。うんうん、ありがとう。じゃあもう行ってくるからね。ありがとうね。